はい、撮影ありがとうございました。ありがとうございました。いや、最近じゃあ最近の事情についてきていこうかな。パワーゲーム、パワーゲーム、あのね、デシャンポーが今、はいはい、とんでもないことになってて、はい、なんか本当にどうなんだろう、そういう時代になっていくんでしょうか。でも何年か、もう10年ぐらい前からパワーゲームになってて、はい、アメリカは特にやっぱりタイガーの登場で、はい、アスリートも増えたし、みんなこうね、ちゃんとトレーニングするようになって、なんかこのゴルファーちょっとお腹出てるイメージがありますけど、あの PGA の選手は本当アスリート増えましたよね、タイガーの出現で。で結局やっぱデシャンボーとかもタイガー見てこうゴルフ始めてきてるタイプだと思うんで、だって48インチ投入とかってね、そうですね、なってるとなんか、うん、ちょっとドラコンの要素が少し入ってきてますねだいぶ入ってきてるでしょ。全く別物だったけど数年前までは、だって今やってるね、地面反力とかってずっと前からやってるじゃないですか。そうっすね、ドラコンの選手はなんか少し繋がってきちゃったのかなって、うん、どうなるんですか、パワーゲームになります？もうなってますよ、なってる、日本もなってる、うん、でドライビングディスタンス10位までがもう300超えてるんで、うん、昔は多分2人ぐらい、うん、超えても下手したら1人、うん、300超えればもうドライビングディスタンス年間1位みたいな、うん、今もう310超えないと1位は取れないですね、平均。なるほどね、うん、パワーゲームになってますね。すごい年齢層が若い若くなってる。ってことはアメリカンで PGA とかで日本選手が普通に活躍するとすれば何が条件なんですか？パワーですか、それとも。いや、パワーはやっぱり大事なんですけど、うん、こう考え方とか、うん、精度じゃないですか。精度、結局は精度になってくるんで。精度高いですか、やっぱラッチョ選手は。高いですね、やっぱりコースがいいです。やっぱり精度を高めないとこうスコア出ないようになってるんで。なるほど。みんなそういう風にするための練習とかトレーニングだったりとか、目標がすごい明確になってきて、これをやったらうまくいくっていうのが分かるんですけど、日本のコースだとちょっとぼやけるんですよね、その辺が。なるほどね。目標がぼやけるんで、そこはちょっと難しいところですね。日本でもやっぱりこうセッティングというか、そういう風にしていかないといい選手を育たない可能性がちょっとありますね。なんか海外の前、なんか我々世代なんかさ、もうレッドベター一色で日本のファールドとかプライスとか、はい、どっちかというと足使わないでボディターンみたいなものがあったけど、はい、今もうガチガチ足使うからね。そうですね、やっぱりコースも7500ヤードやっぱり超えてくるんで、ある程度飛距離もないと、ね、前回その全米プロ優勝したコリン・モリカワ、はいはい、なんか、はい、飛ばない飛ばないって言ったって僕よりちょっと前行きますからね。あ、行くでマット・クーチャーもそんな飛ばない飛ばない言ってても200位ぐらいの選手ですけど、うん、あんまり飛距離変わんない。もう好きなのラリーマイズでしょ。ラリーマイズ覚えてるかな。覚えてますね、ラリーマイズ。ラリーマイズなんか一番最初プロデビューしたのが僕ソニーオープンだったんですけど、おその時練習ラウンド前回ってて、その前から好きだったでしょ。そう、すっごい感動しました。ラリーマイズやっぱり柔らかい、すごい。マスターズで最後チップインで優勝した人だった。ラリーマイズ最高に感動しました。感動した。ダンロ・フェニックスにも来てるんですけど、あ、そうなんだ。ラリー・マイズ夢じゃないのかな、まあ、向こうではすごい有名な方ですよね。え、今まで一番、あ、タイガー回ってるか。タイガー回ります。あと誰すごい回って、すごいやつと回った過去。すごいやつと回った、いやでもスイング好きなのはやっぱアダム・スコットとか。あ、アダム好きなんだ。まあ、うん、スイング綺麗だなって思うし。アダム回ったことないね。練習ラウンドで何回か回ってます。同い年なんですよ。あ、同い年。あ、そうだね。はい、唯一アダム・スコットと、まあ、ジャスティン・ローズは今でもなんかいろいろ
ルシアとセッター。ガルシアは年下上、1個上なんです。1個上で早生まれで、要は15歳から18歳の上だったんですよ、はい、そこにガルシア出てたんですよ。でスペイン代表で最終ミッションもあったんだっけ。最終ミッションで、なんか練習場で一人だけ際立ってたんでしょ。いやもう全然格が違います。その時からガルシアって有名だったの。めちゃめちゃ有名でした。で、あれがガルシアだったんです。パッと見て分かっちゃったんだ。もうだって新聞でも全英アマ勝って全米アマ、うん、で2位だったかな、負けちゃったのか分かんないですけど、もうそのもうエルニーニョって、うん、そこからあだ名ついてました。すごいのが来た。すげえのがいて、あこれがあガルシアだ、ガルシアだ。でそっち一緒に回って、はい、でどういう展開だったんですか。たまたま僕が3日目終わって単独トップだったんですよ、はあ、で2打差ぐらいでガルシア行って、うん、そう、それで最終優勝に回ったんですけど、うん、まあもうあの当時から2番アイアンであの低いチョーンっていう球を、うん、こう打ってて250ぐらい飛ぶんですけど、それでも、うん、こっちも負けず沖縄の風で鍛えた。いやいや、僕も高いボールです。高いボールですよ。高いボールってもそんなに変わんない。ガンガン競ってた。2人だけ飛び抜けたんだっけ。そうです、そうです。そうなんです。で最終的に1打差で優勝。もうちょっと離れてました。あ離れた。2、3打離れてて勝ったんですけど、オレンジボール勝ったってすごいよね。今やってないのかな。やってます。やってる。やってます。オレンジボール勝ってんだ。オレンジボールね、懐かしい。懐かしいね。あ、今田隆二さんも一応優勝してます。あ、そうなんだ、はい、オレンジボール勝ってます。福島明子さんも勝ってます。あ、そうなんだ、はい、3人だっけ。3人だけ、はい。しかし懐かしい。何撮ってないもんないね。いや、ありますよ、はい、ある。いや、アマチュアのやつは撮りませんけど。いや、アマチュアのやつさ、うん、全部撮ったって。大体撮りました。日本の次、大アマ、日本オープン、大アマ、はい、オレンジボール、オレンジボール撮ったね。はぁ、たまたま。アイちゃんもそれぐらい撮ってるから。撮ってないのかな。アイちゃんは短かったですからね、アマチュア生活。試合してたんですよ。あれ、お母さん来てて。そうです、そうです。でさ、18番ホールでさ、あの優勝して、はい、お母さんと抱き合ってハグしてさ、はい、なんとその次にハグしたの俺だから。そうでしょ。それ知らなかった。七蔵とキャリーしてて。ああ、そっかそっか。予選取ったの。それは知らなかった。それは知らなかった。ありがとうございます。あれが18歳だもんね。本当18歳の時ですよ。あれから何年ですか。もう18歳だって、愛ちゃんさん34でしょ。35。引退したの何歳だっけ。引退したの33歳ぐらいじゃないですか。じゃあまだ20前ぐらい。はい。33とか2とか。そっか。それ5年前。あ、じゃあ3年前ですもんね。した年に僕賞金を取りました。あ、そういうエピソードもあるんだ。はい、はい、そっか。まあでも一番聞きたいのはあれだよね、読売の読売の発注書。あれはもうよう喋ったでしょ。だいぶね、いろんな人に聞かれます。たくさん喋ったろうけど、はい、でもゴルフ史上初、一番エキサイティングっていうか一番感動的なフィナーレだったでしょうね、あのシーンとかね。そうですかね。勝てなかったもんね、あの時ね。腰が抜けるっていう表現あるじゃないですか、うん、あれが分かんなくて、うん、そんなびっくりして腰抜けることなんてないでしょみたいなと思ったんですけど、うん、痛くてこうなるんじゃなくて力入る、全身の力が抜けちゃったっていう。試合とか例えば地方オープンとか、うん、そういうのでも勝ったことなかったんですよ。でも1個だけ布石があって、うん、その年九州オープン優勝したんですよ。あ、そうなんだ。で4日間競技だったんですよ、はいはい、
それ勝てば日本分出れるっていうカテゴリーなんで、なるほどですね、初めて勝ったんですよそこで。で、あの年も日本シリーズもうほんとギリギリのラインにいたんですよ。あ、そうなんだ。出れるか出れないか。でカシオで最後に7メートルぐらいバーディーパット入ったんですよ。それで滑り込みで入ったんですよ。あ、そうなんだ。はい、それで滑り込みで日本シリーズに行って、でそのまま勝っちゃった。結局あのチップイン、最終ホールのチップインロブショットを、はい、あれボギーでも勝ったんだっけ。勝ったダボでも勝ちです。ダボでも勝ち、ダボでも3打差あった。でも雰囲気的にまずかったよねあれね。いや、トリありましたよね、あれアプローチしても結局グリーン止まんないんで、ロロロロギリギリ多分乗ってるか乗ってないか、そこから本当に2パットでいけるかどうかって保証なかったですね、はい、あれは思い切って振り抜いた。あれはもう、はい、ライが良かったんで、なんか解説ではなんか青木さんとか止めてたじゃん、ダボなんとかでいいんだみたいな、なんだけどボギーかダボ。青木さんはロブショット得意じゃないそういうことか。そうなんですけど、自分が今一番自信のある打ち方、あ、やっぱりロブショットの方が緩まないんで。なるほど。一回転がしに行ってやっぱトップしてるじゃないですか、最初の2打目を。あれライ悪かったわけではない。あれライ悪かったです。あ、ライ悪かったね、はい、ちょうどこからと、あ、そうだね、フェアウェイとラフの境目にあって、でもうカツンって入れないとちゃっくりしちゃうんで。なるほど。で、そっカツンっていっちゃった。カツン、本当にカツンって入ったで、友人のえなりかずきくんもね来てもらってるんでね、今回えなりくんにちょっといろんな話を聞いていきたいと思うんですけど、えなりくん、こんにちは。あ、こんにちは